やったぜ、今回はアンジェル戦が終わりました。進むよ。進む。リミ進む。ねえ、やばくない？楽しみに。暑い。今日そこまで暑くないかなと思ったらもう十分暑いね。だって今日29度、30度いってないからプール日和じゃないからと思ったら。でも行くでしょ、これ。絶対行くね、これ。うん？本当だ。いいね、行こう。じゃあちょっとチケット買って中に入りましょう。ここから入る？入っていい？うん。ごめんなさい、気持ちいい。冷たい？めっちゃ冷たい。そしたら着替えましょう。はい、着替えました。はい、何やってんの？ハチマキ。リミ。ハチマキ。え？しーちゃんの。何やってんですか、あなた。ね。カレーライスとかラーメン、おにぎり、どうしますか。一応ね、今日ねハンバーガー、ピザ、暑すぎたら午前中で帰ろうと思って、お昼持ってこなかったの。どうする、まだ元気ある？まだ元気ある。じゃあご飯食べて遊ぶ。いいよ。リミちゃんは揚げ餅を買いました。で、あとシャカシャカポテト。リミちゃんこういうのじゃないとね食べれないっていうので、しほちゃんはカレーです。と言いつつね、しほちゃんのカレーをめっちゃ狙ってんだよね。はーい。あー、どうやって食べるのこれ。熱いよ。言ってるそばから。どう？ちょっとつけてよ。美味しい？こういうところで食べるの美味しいよね、きっとね。なんかさ、初めてじゃない？ここでこういうもの食べるの。食べるのめっちゃいい。いつもはさ、お友達と来るからさ、お昼をね、買ってね、そう来ちゃうからコンビニ弁当になっちゃうの、おにぎりとかね、必然的に。あー、こぼした？いいよ。白？白に。あらららららら。熱いね。てか洋服、洋服。しーちゃんの方？あらららら。ら、いいよ。おいしい？うん、完食。揚げ餅ね、結局しほちゃんが食べてるという。リミがね、揚げ餅ね、いいの？ダメだって。ちょっと苦手な味だったみたい。なんかふにゃふにゃなポテトだね。結構細いよね、これ。うん、どう？ポテトは美味しい？よかったね。うん、美味しい。美味しい？よかった、よかった。でも今日本当さ、暑すぎないよね。ね、なんか灼熱の太陽っていう感じじゃないじゃん。うん、でも寒くはないじゃん、全然。ね、ちょうどいい感じじゃない？ね、空もこんな感じでね、カンカン照りじゃないんだよね。そう、雲が多くて若干なんかこう家にいたらあれ曇ってるっていう感じなんだけど、ね、外に出たらやっぱね熱気というか暑い、暑いことは暑いけどさ、なんかいつもみたいなこうなんていうの、ふわーって照りつけるあるじゃん、あのある、もう息もできないぐらいなんか苦しい感じの暑さ。うん、そういう感じじゃないじゃん。うん、だから良かったね。めっちゃね過ごしやすい。うん、今日はプール日和かもね、ある意味。うん、ね、あまり暑すぎてもね、もう疲れて、もう
暑さでね。どうする？当初はすごい灼熱の暑さだと思ってたから、うん、午前中で帰ろうかなと思ったの。水遊びしたら、うん、どうする？帰んない。遊んでく？何して遊んでくの？アスレチック？私なんか作るのやりたかったな。作るのも行こう。じゃその後作るの行っていい？アスレチックもそんなずっとはやんないよりに。それに今日なんかレースのスカート切れたりするか。あんまりね、スカートがレースだからさ。確かにビリーとか言ってとりあえずご飯食べましょう。虫よけ、虫よけ。姉ちゃん虫よけ。出すぎ？あれどこついてる？足？足虫よけ。ちいちゃんもここに虫よけ。取ろっかな。みんなすごいね、虫よけが。これあるよ。虫大嫌いだね。嫌いなものはって言われたら虫って言う。怖いね。無理だよ、こんな。これは私ね、いつもショートカットしてる。友達する時もこれだけショートカットした。ねえ、今日アスレチックさ、する服装じゃなくない？それねえ、何気にアスレチックする服装じゃないね。大丈夫しんちゃん、危ない、危ない、危ない、大丈夫、危なかった。気をつけて。うん、私これ超苦手。意味すごいね。いけるの？さすがに無理でしょう。そうだよね、そうしないと届かないよね。おー、危ない。おー、気をつけて。空いてるね、今日アスレチック。やばくない？こんな空いてて。やばいよね。夏休みなのに。ね、春休みに来た時かな。でもね、めっちゃ人いるよね、ここいつもね。大人の人たちがキャーみんなね、水遊びの方行っちゃうから、こういうとこ空いてるのかもね。うん。疲れたね。はい、子供美術館向かいまーす。はーい。あー、暑い、疲れた。ちょっと進まないとやばいです。でちょっと休んだらなんか作るところを見よう。何作ろう？ね、何だろう。お菓子、お菓子はでもね、しーちゃんが嫌いな抹茶だから今日は作れない。あ、ここ、そう、ここ、ここ。あれなんかそう、こんな感じでさ、まあ、ここ、ここ以外にもあるんだよね、向こう側に。あ、ここ、ここ、ここ。この下。T シャツと、去年さ、T シャツ作ったよね、染め物の。ね、友達と。うん、お友達と来てさ。懐かしいね、もうあれから1年だ。ね、1年後に来たの？ 1 年後に、まあ、ぴったりじゃないけどな、去年の夏休みに来たでしょ。どれ？おー、すごいいっぱいあるね。いいよ。しほちゃんはこれ。しーちゃんの一列ずつ。そうそう、そうなる。こういうレインボー。こやつ。うん。これで次ピンク持ってくる。うん。もう最後？はい、じゃあ押してください。いいよ。頑張れ。あめちゃんでしょ？いいじゃん、見える見える、いいじゃん、いいじゃん。
ちゃん、今度は星あれ、ちょ緑でいいの、うん、緑をピンクと青、あー、なるほどね、そこに森を入れるんですね、なるほど、いいじゃん、いいじゃん、それ練習練習、うん、レインボーみたいでいいでしょ、うん、海の、うん、私リミのめっちゃタイプなんだけど、うん、リミのね芸術性がある、ね、めっちゃ可愛い、葉っぱ草だ、面白いね、草なんてあるの、じゃあこれが終わったらこのねタンブラーのコップの方に入れます、作り替えは楽しい楽しい、めっちゃ楽しいできました、見て、いくよ、うん、おー、かわいい、いいじゃん、ホトレインボー、リミちゃんはあ、川に川と森、森見せてみる、たぬきさんも可愛いね、いいじゃん、上手にできたね、二人とも、うん、楽しかった、うん、ほんとリミのとタイプ、いいじゃん、タンブラー、マイタンブラーだね、自分で作ったタンブラーよかったね。もちろんもちろん。全部貼り付けてから最後に、最後っていうか塗るんだ。じゃあもう貼り付けて。うん、貼り付けていいよ。穴を塞いじゃダメだよ。あと裏もね。はい、今度はね、いいよ。次は貯金箱です。すごい工作するね、今日も。マシュマロみたい。マシュマロになった。皆さん土台ができていきましたね。うん。乾かしてんの、うん、どんな感じ、こんな感じ、いいじゃん、上手、リミア、リミちゃんはクマちゃんです、かわいい、貯金箱、リミ遊ばないでくれるの、リミさん、よし、じゃあこれ作ったからもう帰ろう、うん、帰ろう、もうね、帰んなきゃいけない時間なの、リミちゃん、顔がすごいですよ、アイスで、ライオンさん、しおちゃんは、俺をさっきまでアイス食べるじゃん、うん、ね、あ、髪の毛にチョコついちゃう、やばいよ、やば、帰りまーす、はい、グミ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 ペア、サンジーがおやつだ。